天宝林寺は奈良県五条市犬会町にある高野山新言宗の寺院。公認6年、新言宗の開祖、工房大主空海が42歳の時に、戸であった平安京を離れて、自然のための道場を探したいと言って、旅に出た。その旅の途中、大和国内軍にて道に迷う。その時、南山の犬会と名乗る一人の狩人が現れ、 そのカリウドが連れていた白黒の二匹の犬を空海に貸し与えて、無事に目的の土地である高野山へとたどり着いたという伝承がある。高野山へ向かう道の途中、天野の里で女神と出会い、その神領の一部である高野山を中心とする名なり、四方の土地を譲り受けたという。この女神が高野山の地主神のニューズ姫大臣である。戦術の南山の犬会と名乗るカリウドは、 ニューズ姫大臣の息子であり、カリバ明神とされている。ちなみに、ニューズ姫大臣を祀るニューズ姫神社は、2004年7月に、ユネスコの世界遺産、キー山地の霊場と三景道の一部として、登録された。こういう経緯を経て、空海は、当地の地主、川崎神左衛門との協力により、公認7年に、五条市犬会長に犬会山返上案を、 創建したと伝えられる。公認7年、空海の改装。当時は、犬飼山と称し、草安は、返上安と称し、川崎人材門を住まわせた。その後、返上安を天宝臨時と改め、空海の弟子高志隣王坊氏が住職となった。任受3年隣前法氏の代に犬飼山返上引天宝臨時と改称した。その後、第三十代住職、 県大宗図三つ根の時火災にかかり、空海の遺物大半消失、ふって、永昇二年本堂、栗再建。それより十二代を経て、万事二年代指導及び両明神の神殿を再建。十四代を経て、大アジャリ立弁の第二、今の本堂を混流。昭和年間に、御ま堂、地蔵堂、大京堂等が建設される。ありがとうございます。